宝の地図を出した方がいいぜ。早くしないと痛い目見るぞ。おいおい、マジかよ。女の子が賊に襲われそうに。賊が軍隊専用の弓。厄介そうだな。巻き込まれないうち。おや、あの男、あの気配。このまま逃げさせるわけにはいかないですね。誰だ、そこに隠れてやがるな。お兄様、早く逃げて。絶対に宝の地図を彼らに渡さないで。お兄様って、違う違う、俺はたまたま通りかかっただけで。申し訳ねえけど、一人じゃ無理だから行かせてもらうぜ。かどうかは俺たちが探してあげるよ。おい、俺の妹は未成年だぞ。手を出しちゃダメだろ。ちガキ、いいところだったのに戻ってきやがったか。俺の子分たちはどこ行った？俺は悪党の武器を奪うことが得意でね。例えばこういう立派な弓とかな。てめえ、死にてえのか。Thank you.
彼を見つけられて本当に運がいいです。ウキツ、あなたは何ヶ月もかけて手がかりする、お前何かやったんだろう。怖い怖い、そんなに怒らないでください。私は彼が逃げ出すわけにはいかないよう少し手伝っただけですよ。余計な世話が好きなやつだ。私は混沌時代の創始者、運命の糸で彼らを一緒に縛るのです。あなたは彼らが巡り合ったことを望ましく思っていないのですか。先に警告する。今回は以前の状況と違う。私の仕事に介入するな。わかりましたよ。あなたも私たちの目標は忘れないでくださいね。もし、たとえ間違った道を選択しても、俺様は必ず正しい道へ戻せる。